カラマツは、マツカカラマツ族の落葉針葉樹。日本の固有種で、東北地方南部、関東地方、中部地方のアコウ帯から鉱山帯に分布し、天然林は少なく日当たりの良い乾燥した場所が、生育に適する。学名の種商名は、エンゲルベルト・ケンペルへの懸命である。北洋材として、ロシア極東地域から輸出されるカラマツは、日本のカラマツと、 同族一種の関係にある。樹高20から40メートルになる、落葉針葉樹。日本の針葉樹の中で、カラマツは、ただ一つの落葉性の高木である。幹の太さは1メートルに達する。枝は、長枝と短枝という二なり性を示し、長枝は10から50センチメートルになる一方、短枝は一つの目のみからなり、1から2ミリメートルの長さしかない。葉は張り形で、 白い粉に覆われた薄い緑色であり、長さは2から5センチメートル。秋には葉は黄色く色づき、褐色の唐画を残して落葉する。成木の樹皮は、海国色から暗い赤褐色となり、表面は短冊状に剥がれる。松傘は長さ2.0から3.5センチメートルで、中に30から50個の種子を生産する。松傘ははじめ緑色であるが、 受粉後4から6ヶ月が経過して、十分に熟すと茶色に変化し、種子を散布する。通常、古くなった松笠は木にそのままついており、鈍い海国色に変色している。下向きの尾花と格子色の雌花が同じ株の樹木で、夏季は5月。基準標本は日本のもの。唐松は森林を造林する際に用いる樹木として重要な種であるとされていた。 北海道では明治30年代から本格的なカラマツの造林が始まった。折しも当時の北海道は大規模な山火事が各所で頻発。明治39年から大正4年の10年間だけでも約48万ヘクタールが消失しており、育病が簡単で成長が早いカラマツの特徴が認められ、被災や土地や無流木地に一斉造林が盛んに行われた。 大正12年の例では、全道で約1万ヘクタールの植栽が行われたが、そのほとんどはカラマツであった。こうしたカラマツの増林は、第二次世界大戦後の中断を挟んで、昭和30年代後半まで年間2から4万ヘクタールの規模で行われている。昭和30年代後半以降には、エネルギー利用の変化から、新炭需要に陰りが見えると、 臓木中心の新丹林などを開発して、溶剤向けの唐松へ樹脂転換する拡大造林も行われた。また、長野県でも根付きやすく成長が早いことから、戦後大規模な植林が行われ、造林面積の約50%が唐松林となった。このように各地で造林に用いられたため、場所によってはその地域の唐松が自生していたもので、あるのかが不明である場合もある。 材は固く丈夫であるが、螺旋状に繊維が育つため乾燥後に、割れや狂いが出やすく、板材としては使いにくい材料であるが、現在は構造用合板やラドビアラッツに加工され、木造建築で幅広く用いられている。電柱、枕木、橋梁などの土木素材として使われるほか、建築材、船舶材、バルブ原木の材料としても用いられている。その他、 盆栽の材料としても広く利用される。尾瀬では遊歩道の木道に用いられている。2010年代に入り、北海道立総合研究機構森林研究本部、2018年春高の東馬城役場新庁舎では、コアドライを用いた唐松材を構造材として全面的に採用している。全国的にも、2020年東京オリンピック、会場である、 国立競技場の大屋根に使用され、用途が拡大しつつある。唐松は唐松風の絵に名前を由来している。単枝状に集まった葉っぱが唐松風の絵を彷彿とさせることがその根拠である。イギリスのデボンやコーンウォールなどで疫病菌の一種であるかし突然腰病菌、ファイトフザーアラモーアームによる唐松の腰が初めて発見された。この病原菌は、 ブナカ樹木などに感染し、アメリカでは1995年以降に、この病原菌による菓子類の突然死が発生して、大きな問題となっている。苗木養霊器にかけては、動物による食害に遭いやすい。日本では、野ネズミの被害が著しかった時期があり、カラマツゾウリンは、ネズミの餌を山に植えているようなもの、という林屋もいた。今日では、必要に応じて、 殺素材の利用が行われている。リースとコンサーンは IUCN レッドリストでは、1998年版で軽度懸念、2013年にも軽度懸念と評価されている。日本の環境省のレッドリストには掲載されていない。宮城県の要注目種、新潟県の地域個体群に掲載されている。ありがとうございます。